ブリュッセルの市内に修道院で育まれた昔からの製法で今もビール作りを続けているところがあると聞き訪ねることにしました。そのビールは空気中にある自然の酵母菌だけで発酵させたものでランビックビールと呼ばれています。あ、ランビックって書いてありますね。ここかもしれないです。ボンジュー。あ、ボンジューマダム。あ、ムシュバモア。 Yes, I am Mr. Van Wa. あ、ジュマテ。あ、I was busy with the cats. カンティオンと呼ばれるこの醸造所、ご主人のバンロアさんが迎えてくれました。早速案内されたのが屋根裏の不思議な場所でした。なんか穴だらけの屋根が見えるんですけど、光がいっぱい漏れてる。屋根は穴だらけに見えますが瓦が工夫されていて雨は入ってきません。この部屋は外気を取り込んで爆汁を冷却する部屋だそうです。ここは我が醸造所で最も重要な部屋です。濃縮した爆汁をこの冷却室で一晩かけて18度に冷やします。こういった冷却方法は夜が寒いことが絶対条件なのです。前泉さんが訪ねた時は9月半ばで、カンティオン醸造所ではまだ仕込みは始まっていませんでした。気温がぐっと下がる秋本番の頃から始まるビール作り、工程の実際はこうなっています。粉砕した麦芽と麦に熱湯を加えて煮込みます。絞ったものが麦の汁、麦汁となります。この麦汁に乾燥させたホップを加えて煮詰めます。ホップは防腐剤の役目も果たします。煮詰まった麦汁は最上階の冷却槽に移されます。ここで大気に触れさせて冷やすこと一晩。その間に麦汁は大気中の酵母や微生物と出会い発酵に備えます。ランビックは人工的な酵母を使うことなく空気中に生きている酵母だけで自然に発酵させるビールです。あとは樽に詰めて発酵が始まるのをひたすら待ちます。このビールの醸造法は世界で最も古い方法だと言われ、そのメカニズムは現代科学をもってしても解明できず、まだまだ謎の部分を多く残しています。我が家自慢の世界最古のビール、ビールの原酒、ランビックビールを味わっていただきましょう。これは昔ながらの伝統的なビールを入れる壺です。ほらちょっと見てごらんなさい。ブリューゲルの時代から変わっていないんですよ。16世紀の半ばベルギーで活躍した画家ブリューゲル、この絵には農民たちのビールの宴が生き生きと描かれています。ビールを壺から注ぐ人、ジョッキを煽る人、ベルギーの人々にブリューゲルの時代から親しまれてきたのがランビックビールなのです。ランビックビールは酒やワインと同じく泡が出ないのが特徴です。そうか、まだ発泡してないんですよね。発泡してない状態。穀物のワインと言っていいでしょう。乾杯。最初酸っぱくて、後からこうほろっと苦味がきますね。ランビックは
自然の酸味が口の中で広がるビールです。一方まろやかさもあって独特のバランスが取れています。果物は入っていないのにフルーティーで、ビールの後味が長く口の中に残るのが特徴です。やっぱり麦のワインっていう言い方がぴったりですね。私たちが普段カーッと飲むビールと全然雰囲気が違いますね。ここは我が家の大切な財産、ランビックビールの眠る蔵です。ここで1年から3年かけて樽の中でじっくりと発酵させていくんです。でさっきからね、すごくクモの巣が目立つんですけれども、これはクモの巣を我が家ではとても大切にしています。クモはハエなどを食べてくれる重要な存在です。そうすることで醸造所内のバクテリアのバランスが維持されるんです。我々の醸造法は環境をいかに自然に保つかに気を使わなくてはならないんです。クモもビール作りに参加して、クモと助け合ってビール作ってるということですね。カンティオンのビールは酵母をはじめ醸造所の中に住む様々な生き物の作用によって作られると言えます。現在は人工酵母に頼るビール作りが一般的です。その中で自然の酵母からできるこのビールは神が作るビールと呼ばれ、特別な存在となっています。カンティオン醸造所は一般に公開され、試飲もできます。家族全員でサービスに当たります。ここの不思議な製法でできるビールの評判を聞きつけて、最近では国外からわざわざ見学にやってくる人もいます。ラクリック、グリオット、グリオット、セリー、セリー、アザメ、セリー、スレテアシード。この日はスペインからワインを作っている人たちが来ていました。スペインにはこういうビールはないわね。香りも味も独特だわ。とても興味深い味ね。このビールはワインの大きなライバルになるかもしれないわね。家族に一つだけ言ってることがあります。自分が好きな納得するビールを作って、お客さんに自分の思いを伝えろということです。現在あまりにも多くの業者が稼ぐために自分も飲まないようなビールを作っています。私はそうはなりたくありません。まず品質のことを考えたいんです。お金の問題じゃないんです。バンロワさんのお宅の夕食会に招かれました。それに一気に注ぐんですね。ベルギーでは料理にもビールを使います。バンロワ家自慢のビールで作られる牛肉のビール煮込み、ベルギーの代表的な伝統料理の一つです。ゆっくり飲むんだよ、シモン。ゆっくりだよ。飲むよ。グッ。うわら。もうなんかすっごい。赤ちゃんにビール飲ませちゃって大丈夫なんですか？おい。ちょっとですからね。そんなに強いビールじゃないですから、少しぐらいなら大丈夫ですよ。この子シモンは幼稚園に行ってます。このくらいの年代の子供は甘いものを欲しがるもんですが、ビールの自然の酸味を味わうことで幅の広い味覚が開発できるんですよ。Parfois,
その通りだ。時間をかけてじっくり煮込んだ牛肉のビール煮込みが出来上がりました。Thank you, merci. いい匂い。乾杯。ああ、柔らかい。おいしい。うん。自家製の極上のビールを飲みながら、ビールで作った料理を家族揃って楽しむ、ちょっと羨ましいような心に残るひとときでした。